はい、どうもこんばんは、むせいです。令和2年2月20日木曜日でございます。で、サムネイルにも書いてあった通り、祝弁、いやー出ました。で、祝弁って何かっていうとですね、まあご存知の方はご存知だと思うんですけど、お腹の中にですね、まあ、通常のこう排便では出ないようなところの、まあうんこですね、うんこが出たと思いますっていうのは、私宿便ですって言って出てくるわけではないので、自分で判断するしかないんですけど、まあファスティング中のだいたい便の出方っていうのは、うんこどっちの方がいいのかな、 うんこの出方は、まあ16日1日目はまあ普通に出ますっていうのは、その前日食べたものがそのまま出てきますので、まあこれはいつも通りの、だいたい私1日1回朝出るか、朝1回2回ぐらいかな出る感じなんですけど、で、2日目ぐらいになるともう通常の便はうんこは出ない感じになっていて、で2、3、4日目、今日5日目の朝ですね、急にあこれ来るぞっていうのが分かっておトイレに行ったら出ましたと。でですね、ファスティングやってて、まあこの間ずっとほぼドリンク系しか、体に入れてないので、でも便が出るっていうことは、お腹の、まあ、体の中からいらないものを出してるか、お腹に残っていた便が出ているかということで、ですね、これがね臭いんですよ、かなり、うん、でその臭い便が出て、まあなんていうんですかね、はい、かなりすっきりしたという感じがあります。で昨日ちょっと頭痛がするよっていうのがあったんですけど、今日はもうないですね、頭痛もなくなりました。で、あとですね、今日もちょっと、お風呂サウナ行ってきました。でサウナを3セットですねやって、まあ体重はですね 60.65 ということで、2日前に測った時と同じ値でした。まあ体重はまあ減れば減ったで別にいいんですけど、とりあえず 60.6、 ただお腹周りがねちょっとすっきりはしてきたかなという感じはあります。でベルトの位置もう一つ穴が減った増えた、わかんないですけど、要するに一つ縮められたっていう感じですね。だから胴回りも少し減ったのかなとは思います。ただまだもうちょっとね残ってるので、通常だと今までだと大体5日間ぐらいでファスティングやめてたんですけど、ちょっとせっかくなんでね、このお腹周りがどれぐらい減らせるかで、自分がどれぐらい、痩せられるのかっていうのをちょっと試したいなっていうのもありまして、まあまだまだ、お腹の中のですね、お腹の中っていうか、このお腹周りの脂肪をこうなんかエネルギーに変換してまだまだ生きてられるんだろうなと。でちょっとね手先と足先の、冷えはまだやっぱりあります。これはどうなんでしょうね。もうちょっとこうお腹の中がきれいに、体の中がきれいになって、どんどんとねまた宿便じゃないですけど、宿便とか汗とか通常の、まあ、おしっことかで、体の中がきれいになっていけば、またちょっともっとお腹周りが減ってくんじゃないかなと思ってます。でどうですかね、肌感とか手がってますけど、そんなに荒れてないっていうのは分かると思うんですけどね、普段
そうですね、ファスティングやってると結構ね唇が荒れてるってことは今までよくあったんですけど、最近は全然それもないですね。最近はっていうか今回はっていう感じですかね。はい。でまあ今日久しぶりに、うんこが出たっていうことで、これそう、あの宿便っていうやつはねかなり臭いんですよ。で、あ出たこれだと思って、ちょっとね今までのファスティングやってた時にはあんまり宿便が出たなっていう記憶がないんですけど、今回はちゃんと出せたのかなというふうに思ってます。はい、引き続きですね、またもうちょっとどれぐらいまでいけるかわかんないんですけど、とりあえずこのお腹周りが例えば腹筋が見えてくるぐらいまでは大丈夫なんじゃないかなって今思ってます。特にね体調がどうかとか頭がぼーっとするとかっていうのもないんで、むしろやっぱり頭がかなりクリアになってきて、で日中仕事中眠くなるっていうこともないですし、で普通に今日も自転車で、往復1時間半ぐらいですかね、片道45分ぐらい確かかかるんで、まあそれぐらい運動、自転車乗るぐらいもして全然問題なかったです。で今日はですね、何を飲んでたかっていうと、まあ昨日買った生姜油と、おなんだ、味噌汁ですね。で自家製の味噌うちあるんで、それをですねこうラップに包んで、いわゆる味噌玉ってやつですね、味噌玉にしてちょっと多めに持ってって、で2回に分けてお味噌汁飲んでました。もちろん味噌だけ、具なし、だしなし、まあだしなくても本当に美味しい味噌なんでそこは全然問題ないんですけど、という感じで、はい、飲んでました。あと今そっちで飲んでるのが梅酢をお湯で割ったやつ、梅酢のお湯割りですね。なんかこの間昼間ですね、Google で、ファスティング宿便っていう風に検索したらですね、梅湯かな、まあ要するになんか梅と大根と煮て、そのまあ煮出したつゆというかですね、その具の方じゃなくてつゆの方を飲むとポーンとつるっとお腹うんこが出るらしいっていうことで、まあちょっと食べられないので大根煮て食えないのもちょっとつまんないなと思ったんで、何しろ食物繊維の作用でね宿便出せるっていうのも多分あると思うんですけど、今大根食べられない、食べる気はないので、とりあえずうちにあった梅酢結構ね冷蔵庫に並んでるんですよ。まあ冷蔵庫入れなくてもいいんじゃないかな、塩分が高いから大丈夫なんじゃないかなとは思ってるんですけど、はい。で、梅酢とまあお湯ですね、で割って今飲んでます。これでまたちょっとね明日の朝うんこマークがつくかどうかちょっと楽しみにしてます。はい、ということで、はい、またファスティング続けていきたいと思います。ではまた明日ぜひ見てください。よろしくお願いします。さようなら。